ポリカルプ・ブドゥグルゲノビチムディバニ、民族名ポリカルペ・ブドゥグルゲニス・ゼムディバニは、グルジア人のボルシェビキ。グルジア語不詳はグリゴリス・ゼトモ。グルジア問題において、東中央の推進するザカフカース連邦構想に対する強硬な反対派となったことで知られる。1877年、ロシア帝国クタイス県ホニの貴族の家に生まれた。1895年からモスクワ大学法学部に学び、1899年の学生ストに参加して奉公されたが、その後復学して1901年に3コースを卒業した。1903年にボリシェビキに入党し、1904年5月に逮捕されたが、翌1905年9月に釈放された。同時期には西グルジアで若きヨシフ・スターリンと知り合い、警官に銃撃されたスターリンを自分の体でかばっている。1906年4月から翌1907年2月までベルリンとパリで過ごし、1910年1月から1913年6月までモスクワ保険会社のチフリス、バクー支社で審査官補として働いていたが、1910年7月には再び逮捕され、以来への追放刑に処され、アンザリー、ハマライ、ガズビンで過ごしている。1917年10月に釈放され、翌11月から翌1918年11月まで、ボリシェビキチフリス委員会の同月30日から翌1919年2月13日まで、南部戦線、カスピカフカース戦線第11軍、革命軍事会議のメンバーを務め、同年6月から翌1920年3月までは、南東戦線、カフカース戦線第10軍政治部部長に就いた。1919年12月からは、カフカース革命医を呼び来た、カフカースソビエト権力回復局の1920年3月から6月までは、北カフカース革命委員を務め、翌7月から8月までは、中バクーロシア社会主義連邦ソビエト共和国対外、貿易人民委員部全権、9月までは、バクー革命委幹部会員に就いた。党の呼び名、ブドゥには、孫と将来という二つの意味があり、バクーで共同していたアナスタス・ミコヤンによると、ムディバニは、もし将来コミッサールになれなければ、私の将来はないという言い回しを好んで使っていたという。また、すぐ癇癪を起こすが、またすぐに元に戻る性格であったという。同月から11月までは、ペルシア赤軍革命軍事会議メンバーを務め、ミコヤンと共にギーラーン共和国政権に対する軍事クーデターを指導。ギーラーン政権を完全にボリシェビキの統制下に置くことに成功した。同年から翌1921年までは、ロシア共産党中央委カフカース局員及び、グルジア共産党議長。同年2月19日から5月までは中トルコロシア共和国大使でもあった。同年から6月11日から翌1922年までは、グルジア共和国対外貿易人民委員、1921年7月7日からは、グルジア革命委議長1922年1月まで、1921年7月からは、グルジア共和国人民委員会議議長を1922年4月まで務め、1921年8月から翌年までは、再度ロシア共産党中央委カフカース局に属した。1921年からは、グルジア共産党中央委幹部会員にも就いた。こうして、グルジア共和国指導部に上り詰めたムディバニであったが、同時期のザカフカースでは、カフカース局責任書記、セルゴ・オルジョニキゼによるモスクワすら危惧するほど急速、強権的なザカフカース3国の政治的、国家的統合が推進されていた。このオルジョニキゼによるザカフカース連邦構想に対する反対の急先鋒に立ったのがムディバニであった。さらに同時期にはソビエト連邦結成におけるスターリンの自治化に対してもムディバニはグルジア共和国代表として強硬な反対姿勢を取った。ムディバニら、グルジア反対派の訴えはやがて、ウラジーミル・レーニンも知るところとなり、レーニンのスターリンに対する不信は、後のレーニンの遺書問題へと波及してゆくこととなる。しかし結局は、グルジア反対派が多数を占めていたグルジア共産党中央委の1922年10月22日の総辞職とオルジョニキゼノハイカベソロミナゼ第一書記による新体制発足によりグルジア反対派は影響力を失った。グルジア反対派が拒絶したザカフカース社会主義連邦ソビエト共和国は同年12月13日に成立し、グルジア反対派は翌1923年4月のロシア共産党第12回大会でのスターリン演説で反ロシア的排外主義として片付けられた。その後、ムディバニは1922年3月12日から12月4日まではザカフカース連邦共和国連邦会議議長、同年末から中央執行委幹部会グルジア共和国代表や政権委員も務めた。しかしこれらは実質的な左遷であり、さらに翌1923年6月には中央執行委により更迭されている。1922年4月からはグルジア共和国外務人民委員、1923年11月23日から翌1924年11月までは、ソビエト連邦コンセッション大委員を務めたが、左翼反対派に属していたため同月から1926年9月までは、中フランス連邦通商代表、翌10月から1928年1月までは、中イラン連邦通商代表という左遷を受けた。翌2月から12月までは、連邦国家輸出入合資会社オリオル支社長を、務めたが、同月に反党活動を理由に逮捕され、党籍剥奪とシベリアへの3年の追放刑に処された。しかし1930年5月には釈放され、翌6月から翌1931年6月までグルジア絹トラスト庁につき、同年には反党組織からの離脱表明をして、党籍回復もなされた。スターリンとも和解し、ムディバニは、モスクワを訪れると、スターリン宅に泊まり、スターリンもグルジアを訪れると、ムディバニ宅を訪問する中に戻った。また、スターリンはムディバニの息子の名付け親にさえなった。再度徴用されるようになったムディバニは、その後1913年7月から翌1932年まで、グルジア共和国国民経済最高会議議長、同年7月から1934年12月まで、経工業人民委員を務め、同月からは人民委員会議第一副議長に就いた。ムディバニは、同年1月14日からは、グルジア共産党中央委員にも復帰していたが、1936年10月17日に、トロツキストスパイ、破壊活動センターに参加した容疑で、シャルバエリアバ、マカリアトロシリゼ、ニコライ・カルチバゼ、セミョン・チフラゼ、ゲオールギー・クルロフら他のグルジア共和国高官らと共に逮捕された。ムディバニはメテヒ刑務所に収監中、スターリンはダントンの次がロベスピエールの番だったことを忘れるな、との言葉を残している。また、取り調べでは他のグルジア共和国高官の罪を告白するよう迫った NKVD に対し、ムディバニは私はスターリンを30年前から知っている。奴は赤ん坊から盲目のひいばあさんまで我々全員を始末するまで止めはしない。と述べて証言を拒否した。何のためにスターリンはこんな茶番劇を必要としているんだ。私が死刑の宣告を受けることはとっくに決まっているじゃないか。それなのに無意味な質問ばかりして。まるで私の答え次第でまだ事態が変わるかもしれない。とでも言うように、私にとって銃殺刑はまだ軽すぎる。体を4つ先にする刑こそふさわしかろう。結局のところ、第11軍を南カフカースへ導き入れたのはこの私だからだ。私は国民を裏切って、スターリンやベリアのような卑劣な連中に加担した。そして、グルジアを制圧し、レーニンの党を屈服させることに手を貸してしまった。ムディバニの最終陳述より、ムディバニは、翌1937年7月9日、グルジア共和国最高裁によってオクジャバラ他の6人の被告人と共に死刑判決を下され、翌10日未明に、トビリシ郊外に連行された。私を撃つなら、最後にしてくれ。同志を勇気づけたいといったムディバニを処刑人は真っ先に撃った。7人目を撃った後、ムディバニがまだ生きていることに気づいた処刑人はムディバニに目を刺した。遺体は穴に投げ込まれ、生石灰と水で覆われた。テニスのソ連チャンピオンであった息子アルチルを含めたムディバニの家族の大部分も銃殺刑に処された。その後、ムディバニは名誉回復がなされた。ありがとうございます。